はい、皆さんお待ちかねのサフシリーズ42位ですね。はい、ここは、右側に、出てますけども、あ、まだ出てませんね。Welcome to Membership Team Bio ということで、ここはね、カブパテン、アチェ、テンガラ、南東アチェですね。はい、南東アチェの、マルプングです。比較的この辺はね、標高がね低くって、まああのティタヌスが基本的にはやっぱりあのこの辺りはメインになってきます。はい、一応お題はね、ティタヌス王国っていうことなんですけど、このリプクリンガリジュペイヘルリガンウチャクピニガリでいいや。で、ここはね、畑ですね。畑、あのね、ほとんどこの辺りの畑は、例えばマンゴーとか、あと何でしたかね。なんかいっぱいやってますね。ちょっと忘れましたね。あの、あれです。はい。これね、生で入れてますんでね。あの、あれですよ。あの、ちょっと出てこないんですよね。僕ね、あの、果物とかあんまわしらんのでね、パパイヤとかもありましたね。で、あ、カカオです、カカオ。そうそう。カカオ畑がね、結構たくさんあるんですよ。はい。はい、もう早速、見えてますけどね。これ、ダダップです。この辺のね、ダダップは、比較的時間がそれほど高くないダダップが多いですね。非常にあのいいウロで、あちこちにねこういうダダップで理想的なねウロがね自然に空いてるところが多いです。今みたいな感じでね、これついてるのはもうまれですね。多分ウロに追い出されたのか、下から這い上がってきてウロを探していたのかっていう形なんですけど、これは中ぐらいの大きさですよね。この右側の死骸がちょっと一回り大きいんですけどね、右側の死骸が多分90ミリぐらいのオスではないかと思われます。
その左側のオスをなぜ出さなかったのかちょっと不思議ですけども、基本的にここはね、農道です、はい、でコンクリート打ってありますけどね、皆さんこの、樹冠をねちょっと見ていただいたら分かるんですけど、やっぱりねこれぐらいの、畑になるとねこれぐらいの感覚でね、あの特にあの果物がなる木とかがね、あの樹冠がこれぐらいの感覚が空いてるんですけど、これ非常に理想的な環境ですよ。日本の大和クヌギとちょっと似てるような感覚ですね。平田には、うってつけの環境です。はい、今下ちょっとほじくってますけどね、素手で皆さんこれは危険なんですよ、あのムカデがいますんでね、あのもう下からねこれ出てるなっていうことを言ってるんですよね。非常に大きなウロが開いてるんですけど、ここね一級ポイントなんですよ実は。ですがいないので、削ってないので多分ウロの中にも、樹液が出てないような状態ですね。木によってね、あの発生がねちょっと違ったりします。はい、やっぱり自然のねこれ摂理やと思うんですけど、今先ほどの木のようにあのいや既にね、下からもう、浮かしてで、ちょっと声がかぶらんように喋りたいんですけどね。はい、先ほどの木はもうあの浮かしてあの下からのね成虫はもう上がった後と、判断しているようです。いやいや、これね野生はやっぱりね、近くでも、その木によって、発生時期がね少しずつ ずれて出てきてたりしてると思われます。で、現地見てても多分あのそうであろうと判断できる状況は多いですね。彼はプラルルイヤリュージョンこれはやっぱりあの、同じ時期に出てきて、生存競争にこう合点しないようにということでね、多分そういうことではないかなと思われます。ここはねあの近くに大きな川があって、水量がね非常に豊かです。ルセル山脈のね、麓になりますのでね、大方この辺は、
標高、500から600ぐらいのところです。600はちょっとないと思われますけどね、メスが、弾かれてますね。グラス。これもちょっとダダップのようには見えませんけど、これダダップです。もうこの木の、あの分かれ の奥に入られると、もうこれどうすることもできないんですけどね、あのこういうところに多いんですよね。もうほじくり出すのは大変ですこういうところは。自由の声はさまで、か。もう2分に。2分に。Cukup serap kok, serap kok, serap kok. Jemper. Mina san deh, sak.ちょっと気になっておられると思うんですけどね、あの彼らゾウリです、はい、あの日々、あ、いますね、まあ、日本の平田でもね、あの基本こういうところに多いですけどね。クワガタの習性ですよね、こういうところに入るのは。草履で、あの歩いてるんですけどね、あの、ま、大体歩いてたらもう、あの野生動物は向こうから逃げていくので、大体は大丈夫ですけどね、当然もう僕らは行った時はもう、あのジャングルブーツ履けますんでね、あの足元は、僕らはもうあんな草履では、怖くてちょっと中には入れませんけどね。こういうところがおるんですけどね、これ書き出せないんですよね、これ。あ、出てきましたね。まずまずの大きさやと思いますけど、90ちょっと切るかないうぐらいですよね、これ。下のね、ちょっと大きめの、奥目に見える個体が、90ちょいの、個体です。で、上の個体が今掘り出したやつやと思います。これね、確かは、90ちょっと切るぐらいやと言っても89ぐらいやと、スタッフは言うてました。ここではね、オスがね2頭取れてました。
はい、割れ目に隠れてますけども、皆さんお気づけですか、ノコギリ小型とかキクロとかを探すときにカメラの位置が違うでしょう、スタッフのね。はい、もうお気づきでしょうけども、もちろんもうウロを探して、カメラをね、大方もその位置にずっと、動かしてる。これね、意識してるわけじゃないです、スタッフが。これも自然とスタッフがね、その自然のままの状態をね、撮ろうと思ってカメラをね、そういう風にもう自然と持ってるいう感じですよね。あ、これはタウルスですね、これはね。はい、ウロがちょっと小さそうなんですけどね。あ、これタウルスですよね。はい、めくるな言うてるねすいません、非常にめちゃめちゃドタンシのタオルスですね。ブサイクのタオルスです。はい。ブサイクがいたったらかわいそうですけどね。ちゃんと見せてくださいっていうことですけどね。ちゃんと見せませんね。あれ？こんなとこに今ついてますこんなとこについてますか。いや、これはこれびっくりするぐらい珍しいですよ。あ、これいいサイズですよね。これは珍しい。これを先に見つけないスタッフはどういうことでしょうか。先にタオルスを見つける。下を映してくださいということですけどね。逃げないと思って余裕なんでしょうか。普通この状況でしたらティタヌスをずっと映すはずですけどもまあちょっと探してるんでしょうかね。いや、あんなとこについてるの珍しいですよ。でもこれもうちょっと手に持って見せてくれたらいいんですけどね。たまにちょっとわからない行動をするんですよねこれ、そうそう、持ってね、持ってほしいんですが、これね、皆さんね、ここでスケール測れない、これちょっとね事情があるんですよ。これね、撮影しながら一人の時はね、この時は一人やったと思います。もう両方できないので、これはね皆さん大方90ぐらいやって言ってましたね。あ、非常にいいがたいですね。ワイルドのぺったんとしたいいスタイルですよね。これもったいないですねこれも全部リリースします。はい、これは僕が言ってたらね、当然持ち帰るんですけどね。すごい足の力でしょ。ちょっと顎がね、角張ったような、はい、いい答えでした。
Dalam dia, Cok. Dalam. Dalam. Yang ini pun barusan ini. Kita datang lari dia. Oh, ini pun bekas gigit. Iya. Mangan. Mangan. Tujuannya. Ya. Oke.時間がそれほど高くないダダップはね、結構、まあまあ、当然なんですけどね、木のね、直径がね、こう、太いところに、やっぱり、ウロとかが、できやすいので。ちょっと手も、エミシャです。ちょっと。はい。ちょっと手も。ラップ。見つけるウロがね、比較的見つけやすいところにあります。ですんでね、まあ狙い目といえば狙い目なんですよね。ラリアン。ラリリア。まああと、これぐらいのウロができれば、もう下の方のね、木の直径はね、あまり変わらず上に伸びていきよるので、まあ、しまいには倒れるんですけどね。やっぱりこう、成長過程の、木の部分っていうのはね、大きなウロが飽きにくいんでね。まあまあ、細いいうこともあるんですけどね。ラリいやこの木も一級のポイントの木です。はい、私も知ってます。はい、皆さんこの後ですね、少しちょっとねアップと、引きの画像をミックスしてますんでね、スタッフがちょっと見にくいかもしれませんけど、カブパテン、うん、アチェテンガラの、山々、ルセルの山脈のね山々を見ていただきます。いや、非常に綺麗に晴れた、多分これ午前中だと思いますけどね。皆さんも一度行ける、一緒にね行ける時があればなと思います。はい、この画像で映像でお別れです。はい、最後までご視聴ありがとうございました。